はい、皆様こんばんは。ご質問を始めさせていただきます。お話を始めさせていただく前に所注意をさせていただきます。携帯電話のお持ちの方はマナーモードか電源をお切りになるようよろしくお願いいたします。あとこの度のオアシス法話中ちょっと暗くなりますので、お話中にお酒を頼まれに行くことはちょっとご遠慮させていただきますのでご了承ください。あと、このオアシス法話をですね YouTube で、流しそうと思っております。皆様の顔は映らないと思いますけども、 YouTube をガーテー流されるの嫌だなと来られる方は来られてるでしょうか。大丈夫でしょうか。じゃあ YouTube に流させていただきますのでよろしくお願いいたします。はい、この度は場所このハイボールバー広島1923というところで、させていただきます。この度はご法話と言いましても一人でお話しする法話ではございません。この度は会員の高辻大道さんがプロデュースをいたしまして、お坊さんがする怖い話ということでお話をさせていただきたいと思っております。どうぞよろしくお願いいたします。これは大丈夫でしょうか。皆様聞こえますでしょうか。大丈夫ですか。後ろの方聞こえます。はい、時はあるお盆の夜のことです。いや今日は盆踊りに行ったしな。じゃあ今から帰ろうかな。お、河野くん。おお、どうしたの河野くん。いやね、今盆踊りに行っとったんよ。おー、あ、今日だったね。そうそうそう、なんか家で、家におっても怖いテレビとかやってるしちょっと嫌だしなと思って盆踊りに行ったんよ。え、怖い話苦手だったっけ。いやいや、普通嫌いでしょ。え、本当に。え、好きなの。いやいや、都会のが好きでしょ、わくんも。いや、嫌い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 。いや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 、ちょっといい話があるから。え、どんなの。ちょっと聞いといて。見てよ、そこにいてよ、そこにいてよ。これは私が後輩から聞いた話なのですが、その後輩が小学生の時、コックリさんが随分流行ったそうです。私の後輩はあまりそういった類の話を信じる方ではなくて、いや、むしろお別れする方なんですが、でも学校で随分流行ってるし、まあみんなやってるから、まあやったらネタになるかなと思って、面白半分でね、コックリさんすることになったそうなんです。そして親友のサトル君と福ちゃんを誘いまして、学校の放課後で、放課後学校ですることにした。ただコックリさん禁止令が出るような学校もありましたから、あんまり先生の目に入るとよろしくない。でどうしようかなと思ってたら、ちょうどねその学校にあったんですよ、風鉄家の場所が。学校の校舎ありましたらね、一番端っこの区画、そこだけなぜか使われてないんですよ。いや、なぜだかはよくわからないんですが、ただね噂話がいくつかあって、昔ある先生がノイローゼになって、放課後に生徒数人を立ったり切りつけたりとか、またある女生徒が夏休みにその区画の屋上から身を投げたり、いや、その噂話があったからかかどうかは分かりませんが、ただ生徒も先生も一切違う。放課後その区画のちょうどその学校3階建てなのですが、
その2階から3階に上がる階段途中の踊り場、そこにちょうどいい広さの踊り場があって、そこに集まってすることにした。机を一つ置いて椅子を三脚、そして机の上にはあの例の紙です。はいといいえ、そして鳥居を真ん中に書いて、下にはコックイさんに細かい質問に答えてもらうためのあいうえおの50音、そして鳥居のところに10円玉を置いて始めるのですが、コックイさんって面白いもので、地方とかその学校によって特別ルールみたいなのがあるんですね。で、その彼の学校ではそのコックイさんをやる場所の一番近くの窓、そこを開けとかなければならないでしょうか。なんでしょうね、そこからコックイさんが入ってくるんでしょうか。そして窓を開けていよいよ始める。3人で十円玉の上に指を置いて、コックイさん、コックイさん、おいでください、おいでくださいましたら、はい、ええ、すみません。けれど、全然動かないんですよ。で、後輩は、やっぱり嘘じゃんってこう思ったけれども、せっかく準備を整えましたから、もう少し続けようということになって、コックイさん、コックイさん、おいでください。コックイさん、コックイさん、おいでください。そしたら、突然、十円玉が、ズズッ、ズズッと動き出して、はい。3人とも一瞬びっくりしたけれども、あ、本当なんだ、一種の高揚感ですね。いろいろ質問を始める。まあ質問といっても大したもんじゃありません、前世が何だとか、また好きな子に告白したらうまくいくかだとか、また今度テストの結果はいいかだとか、どうだとか、まあちゃんと答えてくれるのもあれば、なんだかよくわからない答えのもあって、まあひとしきり質問が終わったところで、突然サトル君が言うんです。もうやめようよ、外もだいぶ暗くなってきたし、さすがに先生が見回りに来る、見回りに来て見つかったら絶対怒られるから、もうやめようよって。で、後輩と福ちゃんは、え、今からなのにと思ったけれども、確かに周りを見渡したら暗くなってきた、まあ、しょうがない、やめようってことになって、で、やめるときにも、ね、やっぱりコックイさんルールがあるんですよ。ちゃんと帰ってもらわないと。そしてコックイさん、コックイさん、お帰りください。こう言ったけれども、さっきまで十円玉動いてたのにもピクリと動かないんです。あれ？コックイさん、コックイさん、お帰りください。コックイさん、コックイさん、お帰りください。そしたら、また十円玉がゆっくり動き始めて、ずっと、いいえ、え？なんで？それから何度もやってみるけれども、結果は同じ。いいえ、いいえ、いいえ。どうしよう。3人とも一瞬不安になっての沈黙。そしたら、今度その十円玉が何にも質問してないのに、下の方に向かって。そして、最初は手、次は絵、そして歩、丸、毛、せ、テープ消せ、え、これ何の？そういった瞬間、福ちゃんがごめん、ごめんって言い出して、ポケットゴソゴソやり始めて、机の上に音を見たらテープレコーダーなんですよ。二人ともごめん、今日最初が実は録音してたんだ、明日クラスのみんなに聞かせたら面白がると思って。福ちゃん聞いてないよ、何してんだよって言ったけれども、さっきテープ消せって出たから、もしかしたらこれが原因でコックイさんが帰ってくれないのかなと思って、後輩は聞いたそうなんです。巻き戻して再生してみたら、これはね、何も入ってないんですよ。ザーザーっていう雑音ばっかりで、そこ何も入ってないじゃん、福ちゃん心配してるよってこういった瞬間、なんか聞こえたんですよ。あれ？なんだろうと思ってもう一度耳を澄ませて聞いてみたら、なんでしょうね、金属音というか、動物の鳴き声というか、ヒッヒッ変な音が入ってますよ。
うわ、何これって言った瞬間、今度また福ちゃんがごめんなさい、ごめんなさい、ごめんなさい、ごめんなさいって、こんなこと言うんですよ。お、福ちゃんどうしたんだよって言っても、もうごめんなさいって言うばかりで、顔見たらびっしょりなんですよ、顔が汗で、で、青ざめてるし、ほいで、福ちゃん大丈夫かって体触ったら、ガタガタ震えてて、すごい力が入って、で、ここね、なんか触ってて気づいたんだけど、なんかね、引きずられてるんですよ、後ろに。で、福ちゃんはそれを必死に連れてかれないように耐えてる感じで、後輩がね、ふっと後ろを見たら例の窓ですよ。その瞬間、私の後輩はちょっと勘の鋭い方なんですが、ピンときたそうなんです。やばい、福ちゃん連れていかれる。で、急いで手を伸ばして窓をバンッと閉めたら、福ちゃんの体からスッと力が抜けて、もう何事もなかったなって。おい、大丈夫か福ちゃんって言ったら、その瞬間後ろでドンと音がして、ふっと振り返ったら、サトルくんがね、スピードで階段を駆け下りてるんです。おい、サトル、どうしたんだよって言っても、全然こっち振り返らない。で、どん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 降りていくから、これやっぱりまずいと思って、福ちゃんを無理で立たせて一生追いかけたそうなんです。で、一生懸命追いかけて、そしてたどり着いた先が、あの鶏を飼っている鳥小屋なんですよ。で、その中でサトルくんが背中向けて座ってる。で、鶏がバサ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 ーと飛び交う中に入っていって、おい、サトルどうしたんだよって、こう言っても何の反応を示さない。で、どうしたんだよって回り込んでみたら、サトルくんがバキバキバキ、鶏のね、首を絞めてるんですよ。おい、何してんだよサトルって言って、手を外そうとしても、すごい力で全然外れない。何してんだよって言った瞬間、なんかね、サトルくんが言ってるんですよ。えと思って、後輩が顔近づけて聞いたら、あの例キシッキシッって言ってるんですよ。その瞬間、身の毛もよだつってああいうことなんでしょうね。後輩も全身の毛が逆らって、やばい、あのテープだ、あのテープどうにかしなきゃと思って、尻もついてる福ちゃんの手からテープレコーダー無理やり取り上げて、で、急いでちょっと先にあるその焼却炉に向けてボーンと投げ入れたら、勢いよくと思いまして、これで急いで振り場に戻ったら、ぼんやりと宙を見ながら置けているサトル君の姿があったそうです。皆さん、コックリさんするのは自由ですが、するときには十分にお気をつけください。その時、後輩たちを襲った恐ろしい何かは、窓の外からそっとこちらに出てくる機会を伺っているのかもしれません。あ、そうそう、その時後輩に聞いたその踊り場の窓、ちょうどそこにある窓そっくりでした。いやー、怖いなこれ。何話してくれてんだ。びっくりするわ。わあ。ああ。やすくにこれ。いや、さっき河野君がすごい怖い話したんだよ。もう帰れないよ。どう話しよう。なんかコックリさんの話とか言って。コックリさん。うん。そんなまだまだ。え？まだ。怖くないの？怖くない怖くない。暑い。暑いけど涼しくなる。え？涼しくなる。ちょっと。皆さんは、ひとりかくれんぼというジュースをご存知でしょうか。中国地方、四国地方を中心として、昔からあるジュースの一つだそうです。もちろん今でも、形式形を少しずつ変えながら、どこかで行われています。ある
夏のね、暑い真夜中です。カズマ君という、20代前半ですかね、男の子が友達と2人で車に乗ってある一軒家に向かってました。それはね、以前インターネットで一人かくれんぼというそのね、呪術を見て、まあ、いつか暇な時にやってみようと思って、それで、まあその日がちょうど暇だったんで向かってたんですね。で、またその向かってる一軒家というのが、カズマ君のおじいちゃんの昔住んでた家ですよ。で、ね、数年前にそのおじいちゃんも亡くなって、今は空き家になってるんですね。で、そこでやってみようということになったんです。この一人かくれんぼに必要な条件っていうのが、お風呂場、そして、テレビの置いてある部屋、それに手足のついた人形です。この3つさえ揃えば、まあ、基本的にはどこでもできます。ですからね、自分の住んでる家でもできたんです。でも、実家住まいだったっていうことがあってね、どうせなら邪魔をされずに、どこかでっていうので、2人でその一軒家に向かいました。準備するところも、まあ簡単なもんです。湯船に水をね、ちょうど半分ぐらい張るんですね。で、張って、あとはね、テレビ、このテレビの画面、ザーっていう砂漠の画面ありますね。あれにね、変えておくんです。そして、手足のついた人形、これにね、名前を付けてあげます。この3つさえあれば、まあ大体、もう準備は完了です。早速ね、その一軒家に着いた2人は、準備を整えて始めることにしました。もうね、人形を手に持って先に始めるのは自分が鬼なんです。そしてそれが終わったら人形が鬼です。そして3回どちらが誰が鬼をやるのかというのをちゃんと教えてあげなければいけません。そしてカズマ君は人形にユミちゃんという可愛らしい名前を付けました。カズマ君は人形を手に持って、カズマが鬼だから、カズマが鬼だから、カズマが鬼だからと3回教えてきました。そして湯の中にそっと入れたんですよ。ジャンプを飛ばしてみようとこう水面を見てるんですよ。2人でずっとこう見ながらね、まあ、そのまま何も言わずにテレビの置いてある部屋に向かいました。部屋に入るとリモコンを手に持って明かりをカチカチッと消すんです。そしてリモコンでチャンネルをつけると、少し古い角のくれのテレビがね、プチンという音をしてワーンと立ち上がるんです。先に音がさーっと流れてきて、その後ワッと画面がね浮いてくるんです。そしてでもあれって思ったんですよね。準備するときにザーッというね砂漠の画面にしてたはずなんですが、もうニュースが流れてくるんですよ。ニュースの内容というのが、数年前に行方不明になった小さな女の子の、まあ、また新しい何か進展があったというニュースだったんですね。容疑者は見られる男性の自宅から新しい証拠が見つかったというね、そんな内容だったみたいです。二人ともね、ボケーとそのニュースを見てるんですが、あっと思ったんですね。実はテレビの画面スイッチ入れてザーッとなって10秒数えてからオール場にすぐ行かなきゃいけなかったんです。明かりをつけて、そういうのついついずっとこう画面のニュースを見てたのを忘れてたんです。まあそれでも20秒30秒ぐらいのもんです。それでね、もうすぐ2人はテレビを消して、そして明かりをつけてオール場へ向かいました。で、湯船からカズマ君は人形をそっと拾い上げて、ユミちゃん、身につけたってことなんですね。これで自分たちが鬼の番は終わりなんです。そして次はいよいよ隠れる番です。先ほどと同じようにちゃんと3回教えてあげます。で、自分たちが隠れる場合でも、この呪術をやめるのはゴール場に行って人形を拾い上げることです。で、カズマ君もちゃんと教えてあげます。次はユミちゃんが鬼だから、次はユミちゃんが鬼だから、ユミちゃんが鬼だからと言って湯船に人形を落としました。水を吸った人形がね、バチャンという音を立ててね、深くするとして湯船に行くんです。
そしてまたは時々もですね、それを二人でこうずっとこう確認して、また無言のまま部屋に向かいました。次こそはね、ちゃんとテレビつけてザーという画面、これを確認して、そして明かりを消しました。隠れる場所といったらね、その部屋にあった2つの押し入れなんですよ。友達が先にずっとこう奥に隠れるのを確認して、そして和真君も自分が隠れることにしました。この靴をね、ずっと開けるんです。そしたらね、やっぱり低いんですね。そこにずっとこう潜り込んで、膝をこう曲げるようにして入ってみたんです。そしてすぐこう澄ましめたんです。で、ちょっとだけ、ほんの少しだけね、テレビの明かりが漏れるぐらいの隙間を開けました。ノイズの音がジーチジーザー、ジーチジーザー、5分、10分、特に何も起こることはないんですね。カズマ君はずっと後ろの中でどうしようかな、やめようかなと思いながら、ね、待ってるんですよ。で、ずっとこうね、ジーチジーザー、ジーそのかすかな音の中から、もういいかいという声が聞こえたんですね。カズマがパッと目を開けてね、ちょっと嫌だったんですよ。何だろうな。そしたら次はまた、もういいかいって大きい声で声が聞こえたんですね。ざわざわっとね、鳥肌立って寒気がしたんです。けど、次は、ぺちゃん、ぺた、ぺた、ぺた、ぺちゃん、ぺた、ぺた、ぺた。濡れた足でプールサイドを歩くような音がするんですね、部屋の中から。なんだろうと思って、だん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 震えが来るんですね。それで、ほんの少しだけ空いてるこの隙間から、カズマ君、ちょっと覗こうかなと思って、ずっとこう目を近づけたんです。で、目を近づけた時にね、ふっと何かがね、目の前よぎったんです。カズマ君びっくりして、あっと目を寄せたんですね。そしたら、カチンと音がした。明かりが一気に消えたんです。テレビが消えたんですね。するとまた、カチカチッと音がして、って音がするんですよ。なんだろうなって、ガタガタガタ震えながら待ってます。そしたら、ラジオのチューニングを合わせるような音なんですよ。そしてその音の中から、ゆみちゃん、ゆみちゃん、ゆみちゃんっていう声が聞こえてきたんですよ。そして、カチンと音がいつ来ましょう。カズなんかもう怖くなってね、もうずっと膝を抱えて、その震えを止めようとするんです。なかなか止まらないですね。汗がどん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 流れてきて、震えてると怖くて怖くてしょうがない。でも、真っ暗でシーンとしてるんです。そこでじーっと黙って、自分の中で膝をかけて我慢して、じーっと。そこでも、だん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 その静けさ、足りなくなった恐怖で。そして、カズマ君は、ゆっくりと、スマに手をやって、そして、思い切って、スマ開けたんですよ。バンッと開けて、もう、這い出るように、部屋の中に入れたんです。そして、とにかく明かりをつけよ、明かりをつけよ。そしたら、友達もその闇の中から転げて出てくるのが分かったんですね。それで、とにかく明かりをつけて、すぐに二人でオーロラに向かったんですよ。そして、湯船の中をずっと見たんですよ。そこにね、ゆみちゃんがいなかったんですよ。そしたら、二人は、スーッとね、汗も、そして、震えも一気に止まるんですよ。恐怖で恐怖で怖くて、声が出る。ずっと立ったままなんですよ。なんとか声を絞り出して、外外車って言ってね、声出した途端二人とも転げるように廊下に出たんですよ。でも足が立たないんです、怖くて。もうとにかくこうあって四つん這いになりながら一生懸命ね逃げて、そして壁を伝えながらようやく玄関までたどり着きました。そして外に出て車に乗ったんですよ。そして二人ともドアバタンと閉めた。そして、バーッと後ろでバサバサという音があったんですよ。二人ともふりとね、こう後ろ見たんですよ。そしたら、見つけたっていう声だったんですこれな。
ないなこれ。どうしたこれ。あ、岩渕君。どうした。いやちょっとね。あ、サオじゃんか。した。ヤスクニ君と小野君が怖い話してるから、ちょっと一緒に通おう。ちょ怖いし。怖い話。怖いよ。どんな話。なんか人にかくれんぼっていう。なんか話があって、人形に追い回される、うん、あと、こっくりさん、こっくりさん怖いじゃん。どうせそんなすくり話なんじゃない。なんかよく聞くじゃん。いや、そんなことないって。俺がね、経験した話がある。ちょっと、聞いとって。そこで何を怖い話。ちょっと聞いて。大学時代京都にいた、その時に実際に体験した話なんですが、当時住んでたマンションの近くに千本鳥居で有名な伏見稲荷という神社があったんです。で、夕方になりますと、僕はよく鳥居の間をランニングに出かけていました。伏見稲荷がある稲荷山を目指して頂上へ登っていくのがいつものコースだったんです。その当時仲の良かった友達でケンちゃんという友達がいたんですが、ある時そのケンちゃんから電話がかかってくるんです。今うちに女の子が2人遊びに来てるから、おいの口もおいでや、そんな誘いの電話でした。もう嬉しくなって急いで、ケンちゃんの家に向かったんですね。で、遊びに来てた女の子たちと、たわいもない話ですね。バイトの話とか、サークルの話とか、好きな異性のタイプの話とか、そんな話をしながら少しずつ時間が過ぎていったんですが、話も一段落して、ちょっとこう間が空いたんですね。その時にふと一人の女の子が、この近くに伏見稲荷ってあるよね。で、なんかボソッとつぶやくんです。伏見稲荷っていうのは怖い噂がいっぱいあるの知ってる、そんなことを言うんですね。で、その噂を聞いてみると、深夜の遅い時間に長い真っ白な髪をしたおばあさんが一人でとぼとぼ歩いているのを見たとか、稲荷山には人が住み着いていて、飛んでるスズメを捕まえて、そのスズメを焼いて、それで生活をしているんだとか、鳥居のない道を歩くと、とてもそれは危険なことで呪われるんだとか、もうそんな怖い噂ばかりだったんですね。で、これから走りに行くのが怖くなるなと思ったんですが、もしかしたらこれはみんなで伏見稲荷に出かけてみようという流れを期待していたんですが、その矢先に女の子たちは、私たちはもう終電があるんで帰りますと言って帰ってしまったんです。何か肩透かしを食ったような気分になって、じゃあ俺ももうそろそろ帰ろうかなと言おうとした、その時ケンちゃんが、さっき伏見稲荷のなんかいろんな怖い噂があったよね、ちょっと今から二人で行ってみん、そんな恐ろしいことを言うんですね。もうやめとこうや、なんか出てきたらどうするんって言ったんですが、まあ大丈夫って言って、強引に結局深夜の伏見稲荷へ出かけることになったんです。で、深夜の伏見稲荷というのは昼走っている時の伏見稲荷とは全く雰囲気が
違ってまして、何かシーンと空気が張り詰めているような、そんな恐ろしい雰囲気なんですね。ところどころにある狐の石像がじっとこっちをなんか睨みつけているような、そんな気持ちになってきます。とにかく稲荷山の頂上を目指して2人で歩いてたんです。で、歩いているとどこからともなく音が聞こえてくるんですね。トン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 、あれ今何か音がしたなと、まあ耳、空耳かなと思って、まあ、しばらくまた歩いていったんですね。そしたら今度ははっきりとトン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 、そんな音が聞こえてくるんです。その音はケンちゃんの耳にも聞こえていたようで、お、なんか音がするよね。どうもその音は道を外れた山の中から聞こえているようでした。ちょっと見に行ってみようや、またそんな怖いことをケンちゃんが言うんですね。そしてさささささっと一人で山の中へ入ってきます。その後をついて歩いていったんですが、しばらく歩いた時にケンちゃんがパタッと歩くのをやめるんです。そして少し先を指さしてこっちを見ます。その指さす方向を見てみると、最初は暗闇ではっきりと分からなかったんですが、おやっと何かが見えてくるんです。そこには木の下で白い人影が動いているんです。左手を木に押し付けて、そして右手は何かを振り回しているようでした。お二人は直感的にこれはもう絶対に見てはいけないものだと、打ち合わせをしたわけでもないけれども、そのままそーっと離れようとしました。その離れようとした瞬間、暗かったせいか足元にあった小枝を僕が踏んでしまったんです。その小枝を踏む音がパキッとあたりに響き渡りました。その音に気づいた白い影がこちらへ向かって近寄ってくるんです。もう僕たちも何が何だか分からなくなって、もう急いで走って逃げました。もう怖くて後ろを振り返ることはもうできないですが、何か後ろで追いかけられながら聞こえてくる声があるんです。帰ってくれ、帰ってくれ、帰ってくれ。その声は帰ってくる、そんな声に聞こえたんです。まあ、なんとかケンちゃんのマンションへたどり着いて、もう僕たちはもう放心状態で何も話すことができない。もうしばらく沈黙の時間が続いて、ようやく気も整ってきたところで、さっきのあれ何だったんかねとケンちゃんに聞いてみると、ケンちゃんはあれって牛の国参りなんじゃない、牛の国参り、うん、深夜に藁人形を持って神社に出かけて、誰か呪いをかけたい相手のことを思ってその人形に釘を打ちつける、そしたらその相手に呪いがかかるんだけれども、その釘を打っている時にその姿を見られると、その呪いが自分に跳ね返ってくる、そんな儀式が
あるんだって。その言葉を聞いた時に、さっき追いかけられながら聞こえていた声、帰ってくる帰ってくる、その言葉とその話がつながったような気がして、また背筋がそっとしました。もう僕はもう半ばやけくそで、俺たち殺されるんかねなんてことを言って、もうその日は怖いので夜が明けるのを待って自分の家へ帰りました。次の日学校へ行ってみると、どうもケンちゃんの姿が見当たらないんですね。電話かけても全く反応がありません。昨日のこともあったんでちょっと心配になった僕は、学校の帰りにケンちゃんの家へ寄ってみたんです。チャイムを押しても何も反応がありません。なんか急な用事でもできたかなと思って自分の家へ帰ったんですが、そのポストを見ると1枚の紙切れが入ってるんです。何かなと思ってその紙切れを開いてみると、そこには鉛筆で逃がさないという文字です。逃がさないと書いてあります。こんな太刀の悪いいたずら、その誰やと、まあ、もう半分恐ろしい気持ちでその紙を破り捨てました。家へ入って明かりをつけてみると、テーブルの上に何か置いてあるんです。何かなと思ってよく見てみると、そこに置いてあったのはボロボロになった一体の藁人形でした。あの藁人形、誰が置いたのか今でも分かりません。怖い話聞いたからな、ちょっとトイレ行きたくなったな。あ、ここにお寺がある、ちょっとトイレ借りようということで、トイレ休憩を取ろうと思いますけれども、皆様どうでしょうか、大丈夫でしょうか。大丈夫ならそのまま続けますけれども、トイレに行かれたいという方おられてですか。いないですね、いないですね。え、じゃあそのまま続けさせていただきます。あー、そっか。あー、じゃあトイレも借りたことだしな、ここからちょっと怖いけど頑張って帰ろうかな。あ、そうだそうだ、ここのトイレ貸してもらったから、お寺のお坊さんにちょっとお礼を言って帰ろうかな。すいません、こんばんは。すいません、こんばんは。あ、こんばんは。あ、トイレ貸してもらいました、ありがとうございます。いや、うちの便所、ボットン便所やから怖かったでしょ。あれ、ボットン便所だったんです。いやいやいや、あ、そうだそうだ、ちょっとおばさんに相談なんですけど、今友達がみんな僕に怖い話してくるんですよ。怖い話、そう、そう、どうにかなんかならないですかね。なんであんな怖いことってあるんです。じゃあ、今から持った怖い話、もっと怖い話を、え、本当に何が怖いんかっていう話をするから、まあそこに座りなさい。はい、わかりました。はい、皆さんどうだったでしょうか。怖がっていただけましたかね。で、今回の話、こっくりさんで一人かくれんぼで、最後が牛の国参りっていうですね、3つの怖い話を今回用意しました。で、この今回のですね、3つの怖い話、実は底辺に共通のテーマが流れています。
何度も耳に届いたんではないかなと思うんですけれども、呪いっていうことをテーマに怖い話を作ってきました。で、呪いっていうことを今日はですね、共に考えてみたいなって思います。で、この呪いっていうのは、まあ、祈りの一種であります。祈りがプラスのいい方向に働いていったら人を祝う祝いになっていき、マイナスの負の方に働いていくと人を呪う呪いということになっていきます。で、この呪うっていうことを考えてみたときに、自分のこう仮面をつけてですね、自分の中の別の自分を出して呪っていくっていうことが、まあ、仮面っていうことであり、匿名性というか自分の中にある別の自分っていうものが呪いと切っても切り離せないのではないかなと思うんです。で、この私が普段生活する中でよく使っている便利なインターネット、ネットの世界、まあ有名な某掲示板であったりとか、ブログのコメント欄であったりとか、読んでいただくと大抵どういうことが書かれているかなって思うと、誰か一人をですね、多くのこう言葉で叩いたり、恨みの言葉であったり、罵ったり、そういうことが、コメント欄に書かれているんではないかなと思うんです。で、この匿名性、自分の名前を隠してハンドルネームを使ったり匿名を使ったりすることによって、この私っていうのは自分の言ったことに責任を負わなくてもよくなりますね。で、自分が責任を負えない言葉、無責任な言葉っていうのは私が思っている、以上にすごい威力を持ってるんじゃないかな、すごく強力なものなのではないかなって思うんです。で、そのことを書かれた人にとって、まあ、読んでみるとですね、たった一人の人が自分の悪口を書いているにもかかわらず、いかにも5000人の人が同じように思っているように、1万人の人が自分のことをこう思っているように、社会の相違を得てその人が代表して書いているように思えてしまう。それが最も危険なところじゃないかな。これこそまさに呪いの世界ではないかなって思うんです。まさにこのいじめみたいな、まあ、小さな、まあ、コミュニティの中で成立してしまう、まあ、いじめとよく似たような構造を持っています。多くの人で、まあ、誰か一人を叩いたり罵ったりする。で、私の、まあ、幼い頃の話になるんですけれども、私が小学生の頃、私の通っていた小学校は、まあ、過疎地なので一学年が10人ぐらいしかいないような、まあ、あの本当小さな小学校で生活6年間しました。で、まあ、人数が少ないので 3,4 年生の時は、まあ、自分で言うのもなんなんですが、まあ、クラスの人気者だったんですね。これでも、で、それがですね、まあ、人気者なのはその2年間だけで、5年生6年生になった時はどうかって言ったら、私はもう完全に、まあ、いじめられっ子っていうのだったんですね。まあ挙げるとどんないじめを受けたかとか、まあキリがないぐらいあるんですけれども、で、その中で、まあ、いじめを受けた中で何が一番つらかったかなって思い返してみた時に、無視をされるっていうことが一番つらかったなと覚えています。で、まあ、ガキ大将みたいな子がいて、まあ、その子が、まあ、あいつを無視しようぜっていうことになったんだと思うんですけれども、まあ、いじめられてる方にとってはいかにも、まあ、私はこのクラスに学年に友達はいないんだとか、この学校自体に友達はいないんだって思えてしまう、そこがそのコミュニティの中で成立してしまう呪いの恐ろしさ
ではないかなって思うんですね。で、そんな私が小学校6年生のまあ卒業式の時にですね、卒業の前に小学校の校長先生が一人ずつ、まあ、卒業する6年生にまあ好きな言葉を聞いてきたんです。あなたは何の言葉が好きですか。まあ、校長先生多分習字というか、まあ、達筆で自信があったんだと思うんですよ。で、その一人ずつにプレゼントをしよう。で、みんな大体どういうことを書いてるかって言ったら夢だとか希望だとか努力だとか、そういうまあ好きな言葉をですね言ってるんですよ。で、この間その校長先生に送ってもらった色紙がですね、家のまあ引き出しから出てきたんです。で、幼い私はなんて書いてるだろうかなって思ってですね、その色紙を見てみると撃破って書いてあったんですね。あの、まあ、打ち破るって書いて、まあ、撃破ですよね。で、それを見た途端に、まあ、私こそ本当に恐ろしいなっていうことをその色紙を見て、本当教えられるんですね。撃破っていうその漢字の中にはいじめられたから絶対仕返してやるからな、覚えてろよ、この恨みは絶対忘れんからな、あいつさえいなければっていうものがその撃破っていう文字に込められてるんじゃないかなとその色紙を見て思い出したんですね。で、私自身はどうかって言ったら、怖いものって私以外の外に、私以外のところに怖いものがあるんだって思っているけれども、本当に怖いものを内に抱えているのはこの私自身じゃないかな。で、そのことはどうやって知らされるんかって言ったら、今日あいにくちょっと雨が降ってるんですけれども、まあ、ずっといい天気でした。太陽にまあ照らされて外を歩くと自分の影が浮き彫りになります。でも夜中歩いてても影を見ることはできません。太陽の光に照らされて我が影が浮き彫りになる。で、私の内に抱えておる闇、まあ仏教で煩悩と言いますけれども、その底はかもない恐ろしいものをどうやって持ってることに気づかされるのかって言ったら、この内を照らしてくださる働きに出会わなければ私って気づかずにこの人生を歩んでいくんだと思うんです。その私の抱えておる、内に抱えておる闇を照らしてくださる働きが仏様という働きなんですね。で、その照らされることによって、あ、周りの方が怖いんだって思っている生き方と、自分の中に本当は怖いものがあるんだって思って生きる生き方は全く生きる方向性が異なってくるんだと思います。あの、私の、まあ、住まいの話にちょっとなるんですけれども、2年前にですね、私の住まい、お寺の庫裏っていうんですけれども、住まいをですね建て直しました。で、その際にですね、いとこが泊まりに来たんです、子供を連れて。で、夜になってですね、その子供たちが私のところに来て、ねえねえおっちゃんおっちゃんと、一緒に肝試ししようよと言うんです。で、どこで住んのって言ったら、おっちゃんちって言うんですよ。で、その一緒にですね、その子供たちに連れられて肝試しをすることになりました。1階をぐるーっと一周して階段を上って2階がゴールっていうことに決めたんですね。で、子供たちが懐中電灯を持って恐る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 1階をですね歩いていくんです。で、怖いよ怖いよ、何か出たらどうしよう、怖い怖いどうしようとか言いながらですね、恐る恐る1階を歩いていくんです。最初は言葉数があったんですけど、少しずつ少しずつ言葉が少なくなっていく。で、そんな子どもたちがですね、2階にどんどん登っていったんですね。で、私は一番後ろについていってたので、
するとですね、2階の方からなんか急にキャーキャーワーワーすごい賑やかな子供の声がですね、2階から聞こえ出したんです。あれ、なんで子供たち急に賑やかになったんだろうと私は不思議に思って階段を上ってみると、まあ建て直し中の家ですから壁とか塀とかまだできてないんですね。だからどうかって言ったら月明かりがそこに注いでおったんです。あ、そうかそうか、暗い1階を歩くときは怖い怖い肝試しだったのが、2階に上がった途端に心晴れるお月見に変わったんだなっていうことを知らされるんですね。そして何より夜の暗さよりも月明かり、そのお月さんの光の方が強いんだっていうことを子どもたちに教えられたんですね。この私が内に抱えておる煩悩という底はかともない闇、縁があったら何をしでかすかもわからない、カーッと来たら何をするかもわからない、自分でセーブができるようで全くセーブが効かない、この恐ろしい煩悩、その計り知れない、まあ、闇よりももっともっと強く働いて、もっともっと深く働いて、一人にはさせんよ、いつもそばに名も阿弥陀仏となって働いているからねと、この私を照らし続けてくださるその働きが、今こうしてこの我が口に名も阿弥陀仏と六字となって届いているのでは、届いている。でそして何より、苦しみを自らその煩悩によって苦しみを生んでいることを、その救わずにはおれんよと働いておってくださいます。本日はですね、雨の中、ハイボールバーに来ていただいてありがとうございました。お化けがいるとかいないとか見たとか見えたとか僕にはちょっとわからないですけれども、本当に怖いものはこの私自身が抱えているんだっていうことを、少しでも知っていただいたらなと思います。ありがとうございました。いやー、佐藤さんありがとうございました。はい、ということで、まあ、今日の方は終わりたいと思いますけども、いかがでしたでしょうか。この夏の終わりの頃に怪談話を聞くというのは、ね、最近こうやって生で怪談話を聞くことはなかなかないと思いますけどもね、それを通して、私たちが抱えているこの苦しみですね、怖さというのも苦しみの一つであります。その苦しみは何だったのかなということは、あ、私が持ってたんだ、これによって私たちは振り回されてたんだなということをね、改めてこの私たちもあの話を作っていく中で、教えてもらったように思います。はい、それでは今日の話のリーダー高辻大道さんと紹介をさせていただきたいと思います。はい、廿日市の朝の御祥寺の高辻大道さんです。最初にポックリさんの話をした、この仏教コミュニケーション部という部がオアシスを担当しているんですけれども、副部長の河野宏成さんです。で、次に一人かくれんぼ、靖国智則さんです。最後の牛の国参りですか、牛の国参りをしてくれた井口秀太さんです。はい、どうもありがとうございました。あ、私、この部長の小川智之と申します。はい、今日はこのようになかなかね、普段見ないですね、お坊さんがこんな話をしているのかと思わ
われると思うんですけども、いろんな形でこの仏様のお話をさせていただいてもらっております。これを毎月16日ですね、16日にオアシス法話として開催をしております。今はスローダウンというバーチラシに、書かせてもらっておりますけれども、そちらの方で毎月16日にさせていただいてもらっております。で、日曜日また祝日祭日の時はその次の日ということにしております。また詳しい告知は後でさせていただきます。それでは今からですね、また簡単の時間を設けさせていただきますので、皆様ゆっくりされていってください。ドリンクの方はカウンターの方で、頼まれてください。チケットがない方はもうキャッシュオンで1杯500円になっておりますので、このカウンターの方で頼まれてください。それではどうもありがとうございました。